皆さんともどもよろしくお願いします。ラバ TK です。ではね、今回もエンちゃんともやっていこう。でね、今回やるところはここっすね。どういくん、マジで分からへんねんけど。なにこれ、調べる。なにこれ、この彫像、動かせそうじゃない。あ、動かせる、あ、そういうことね、うん、どうやら彫像と床の印が対応しているようだな。おー、なるほどね。なるほど、正しい印のところに彫像を持っていけば仕掛けが動くってわけだね。そやね、あ、釣れたら簡単やわ。よいしょ、ここやね、上。で、あとこいつを上に持っていく。あ、ちょっとここで話そう。このオッケー、これでいいんちゃう。なんか、あかんなってるからあかんかなって思ったから、ちょっとこれシャレになってまうけど。なってまうけども。まあ、違うかなって思ったからさ。赤は、大抵違う色。で、あ、ここもそういう感じね。まあ、これで持っていって、それで、ちゃんと光れば、あ、これ違うわ。こいつ違うわ。はい、ちょっと話す。で、こいつをまあ、持っていく。で、光り方やね、光り方。ああ、違う。こいつも違う。くそう。さっきから外ればっかり引いてるような気がする。で、こいつもどうだ？もうこいつも違うんかい、もう。ええ加減にしても。この一列目のやつ全部違うんちゃうんだな。そんな気がしてきた。ああ、これ違う。ええー、ちょっと待って、マジで。まあ、ひとまずね、全部、ああいう風に置くのもいいかなって思うけどね。ひとまずこれもやってみる。ああ、これも違う。うん。で、こっちを入れてみる。ああ、これも違う。まあ違うかったらね、下に変えればいいだけやから。あ、なるほど、あ、色が分かった。これちょっと、あーい、ちょっと待って、説明しようことやすいに出てきたい。出てきたよ。しょうがない。うわ、出た。的な感じ。炎よ、遅い。よし。こいつらや。前回ね、最後のコーナー、うわすごっ、うわ強っ。チョコならお金出すよ。お金出す、あんなの元出して。よいしょ、終わった。ジムの資金ジムに行こうもらえた。やば、これね、このちょっと見えてなかったんですけど、ここ赤になってるじゃないですか。これ緑になってるじゃないですか。それで見分けんのかなって今なんとなく思った。ってことはやな、緑になってるやつを持っていけばいいわけやから。なるほど、こいつやな。うん、緑になってるやつ見えないよ。ちょっと待てよ、何体出てくる。まあ、何体出てきても関係ないけどね。関係ないんだけど。あの目がこれやぞ。行くぞ。あんな感じやだ。行くよ。敵だけか、倒せるの。こう、一撃が重いね。やっぱりもう、終盤になってるから。多分終盤やろうと思う。まだこれずっと続くよ。どうしようって。
っしゃ、星屑めっちゃ来たよ。あれも違う、これも違う、それも違う、どれも違う。こいつや、こいつじゃい。あれ、あ、あれ、あと1個どこかあった。え、ちょっと待って、赤赤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 赤で、これも赤やろ、ここも赤やろ、赤やろ、赤やろ、違うやろ。じゃあこれや、全然気づかんかった、このはしごや。あ、なんかおったやっていこう。あ、あいつや、あれを押せばいいやんか。あー、なんで今まではしごに気づかんかったんや俺。はしご、おい、はしご、一体消しすぎじゃんお前は。やばいこれほんま。よいしょ、メガスマッシュか。どうした、ピカ出した。おっしゃー、ナイス。ピアでも上げてきやがった。なんで、なんでなんでやどうした、頼む。オッケー、どうしたい。ダメだ、ダメだ。オッケー、ナイス。オッケー、2匹目でなって3匹目倒した。結構強い、結構硬い。いや、てか数が多い、数が多いよ。だいぶ前だったんだね。どんどん行くぞ。どうやろう、マシンもなんで気づかなかったよ今まで。やった、うわすげえ。インプコア、こいつや、こいつ、この野郎、お前じゃマジでお前じゃ、ほんまに。ようやく終わったわ。いや、ずーっとね、これね、気づかんかったんですよ。はしご。こっちもちょっと登ってみていい？何かあることを願う。てか、何かあってほしい。だから登っていいけど、あ、これ、やらんとあかんわ。よっしゃ、いけたー。仕掛けが動き、扉が動いた。よかったー。長かったー。マジで長かったー。マジで長かったわー。これだけで一本いけんちゃうかっていうぐらい、長かったわ。自分の中では。2個目ゲットね。入れてる。じゃあ3個目いきますかね。3個目どこにあんねやろ、ちょっとそれがわからんねんけど、ちょっと心当たりのあるところかな。ちょっと一つはだけあるんで、そこ行ってみていいですかね。まあ一旦そこまでカットやね。
だいぶカットになってる部分も多そうやな。あそこがすげえな、すごい。あそこに気づかなすぎてこのままやばいわ。お、よく出てきたか。炎よ、ナイス。よっしゃ、ナイス。ナイス。オーバーか。タブレットもらえんのよな、ここの敵。それは嬉しいね。ここでちょっと気になってたんですけど、ここね、まあ入れるかどうか分からんけど、あ、やっぱここやった。なんもさ、ショップとか置いてないから、ショップのあのマークなかったからさ、なんかここ違うんかなって思って、さっき言ってもうてん。やってもうたこれほんま。よし、じゃあ今回これやって終わりにしたいと思います。じゃあ行こう。よっしゃ、ようやく行けるぞ。やばいな、あれ。足がやばかった。足が見つかってなかった。いろいろつながった。こっち側でやってるのかな。ああ、当てるっぽいね。まあここはまあ楽っぽいね。マジで楽っぽい。さあ、今回はね、エーテル3つ目。2つと3つ目ね、ゲットして、それで終わりにしたいと思います。おっしゃい。おっしゃい。やばいね。一旦で終わったし。え？これは？こいつを、やれば開くパターンか。なんだこいつ。あー、ガーゴイル。なんだこいつ。ってだけ。いや、もうちょっとなんか、4匹。あー、しかも。よっしゃ。よっしゃ、はい。ナイス。よっしゃ。ダブライド。あー、もう、ちょっと待って。全員来てる。やばい。それやばいよ。痛い。うわ、全員グラビティではないわ。遅い。よいしょい。大地が。あ、そうね。ちょっと効果力のやつ売ってくれへんかな。売ってくれへんかな。出してくれへんかな。マジでそれ思うわ。よっしゃ、ナイス。あ、一匹は倒してるのか。あ、一匹倒された。一匹じゃない。一人倒された。あ、こいつも倒された。あ、倒された。みんな、ここからが見せ場だよ。よっしゃい。終わった。一匹ようやく終わった。二匹目ようやく終わった。三匹目。みんな、ここからが見せ場だよ。よっしゃい。よっしゃ。くらえ。いやいや、EP 吸い取られた。EP 吸い取ったんかいって。そっちの方やね。EP の方でいいかって。あー、ちょっと待って。あー、やばい。あー。みんな、頑張れよ。あ、カリン、昇天した。カリン、昇天した。うわ、すっご。ガーゴイルクは手に入れた。あ、やっぱこっちは簡単やったわ。あ、なんかある。取っていこう。センタブレット。で、5000タブレット。ありがとう。合計6000タブレット。で、ちょっと待て。取る前に出てくんな。取る前に出てくんな。取る直前に出てくんなっていうの。マジか。よっしゃ。いいね。
さあ、一旦で終わった。一発ももらわなかったぜ。非常にすごい。よし、取った、終わった。三つ目を取ったんでね、まあこれで終わりにしたいと思います。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。